皆さんこんにちは、牛塚美咲です。今日はここ牛久沼に来ています。牛久沼は牛久市ではなくて、実は龍ヶ崎市です。そして牛久沼には龍ヶ崎市の鳥である白鳥がたくさんいます。なんとこの白鳥、昭和38年に皇居外苑保存会から譲り受けたのが始まり、今ではたくさんの白鳥が泳いでます。その牛久沼の湖畔にある水辺公園で、約20年ぶりに復活した龍ヶ崎トンビダコのタコ揚げ大会が開催されました。風がなくても困るタコですが、今日はちょっと風が強すぎたかな。初めてトンビダコを揚げたという参加者の方も、暴れるタコに一苦労です。それでも青空にぐんぐんタコが上がります。広い空を舞うトンビダコは嬉しくてはしゃいでるみたいに見えますね。このトンビダコ、龍ヶ崎トンビダコの特徴はですね、一つはこの羽がですね、こうなんていうんですか、反ってるんですね。普通のヤクダコって言いますか、トンビダコっていうのはこういうふうに平らになってしまうんですが、ここがこう反ってこういうふうにこう黒になってるんですね。これが特徴なんですね。はい、普通タコっていうと足をつけないんですけどね、このタコはこう足をつけてバランスを取って上げるタコなんですね。非常に上がりますから。今日もちょっとね、今風が強くてあれだったんですけども、ちょうど10時ごろいい風が吹いててね、かなり皆さん高く上がってね、上げてくれましたんで、こちらが子供をやってたので思い出しましたね。市の方でも、行政あるいは民間の企業の方もこういうのをぜひ残していきたいと、トンビダコの高揚げ大会っていうんですかね、これからも続けていきたいっていうようなことを言ってましたんで、まあ、私たちはこの貴重な龍ヶ崎市に残る伝統のトンビダコなものですから、これを継承していけたらいいなと、そんなふうに思ってますけどね。もし興味のある方はですね、ぜひ一緒にやっていただければいいかなと、そんなふうに思ってます。はい、約20年の時を経て舞い上がったトンビダコ、空から見える龍ヶ崎の風景も随分変わったことでしょう。これからもトンビダコが空高く舞い上がるのを